はい、皆様こんにちは。今回のレビュー、財政の空旅はですね、シンガポールから東京成田行きの、JAL 系 LCC ジップエアのエコノミースタンダードに、登場してきましたので、そのレビューをしたいと思います。まあ、まず最初にですね、まあこれチケットの一部なんですけど、まあ、すでにね、まあ、ちょっと遅延をしてる、ディレイしてまして、1時間20分ほどの、遅れが出てました。で、まあ一つね、ちょっと不思議だなと思うんですけど、実はですね、これ定刻はですね11時25分発なんですね。でそれが、途中でですね、途中でというか、チケットをブッキングした後1週間後に、11時発に変更になりましたという案内が来たんですね。で、まあその後当日、0時20分発ですっていうことで、まあ1時間20分のディレイ、遅れなんですけど、実際はというか予定的、まあ時刻変更がなければですね、単なる55分の遅れだったんですけど、まあその辺がどうなんでしょうね、 LCC だなっていうところも感じました。あとですね、シンガポール成田のこの、私これ日曜日のフライトなんですけど、2週間ぐらい前も2時間ぐらい遅れてたんですよね。おそらく2時間ぐらいだったと思いますけど、遅れが発生してたので、ちょっとどうかなと、その点ちょっとどうなのかなと思いましたね。チェックインをね終えて、今どっかお酒飲めないかなと思ってね、いろいろ徘徊、チャンギ空港の中を徘徊しております。でこのバーが開いてるなと思って行こうと思ったんですが、残念ながら10時までということで、それ以外飲めるとこがなかったんで、コンビニエンスストアのセブンイレブンに行ってですね、ビールを買い込みましたと。シンガポールはですね、もうすでにこの時6月の半ばなんですけど、 COVID-19 の規制はほぼないというところで、まあ、出入国も簡単にできるようになりましたので、もうツーリストすごく増えましたね。一時期に比べたらかなり増えました。でですね、いよいよボーディングのお時間となって乗り込みます。この日はですね、搭乗者、40名ぐらいだったでしょうか、4、50名ぐらいでした。私が思ってるよりはちょっと少なかったですね。でまあね、後でねまた総括しようかなと思うんですが、まあ ANA、JAL、ね、SQ、シンガポールエアラインも、成田羽田にはね飛んでますので、で今ジップエアが週2便だったかな、週3便かもしれませんけど、飛ばしてますけれども、まあね、日本に行く方、あと北米に行く方もね、乗ってらっしゃいましたね。このエコノミースタンダードの座席なんですけど、まあ飛行機自体は新しいので座席も綺麗でしたね。でスペース的なスペースですけど、例えて言うならですね、日本の国内線の普通席のスペースに近かったな、ほぼ一緒なんじゃないかなと思いました。当然ね、 LCC なので機内食がないということで、ミールを別途、手配してました。でこれがまあ深夜便で朝着くので、ちょっと軽いものということで、お蕎麦、おろし蕎麦のいくら添えっていうメニューだったと思いますけども、まあ来た時ちょっとびっくりしちゃったかなというとこですかね。まあ少ないっていう、まあ見た目通り、少ない。でそれに対してつゆ多くないっていう感じでしたけども、で味もまあこんな感じですよね。まあ普
つ機内食なんでね、あんまり美味しいものは難しいかもしれないですけど、ただこれ1300円したんですね。1300円の価値があるのかどうかっていうのはね、あの皆様にお任せしますが、私個人の意見としましては、1300円出すなら、他のを頼むか、もしくは、コンビニ、ね、コンビニエンスストアで何か買った方が良かったかなというのが、まあ、正直なコメントですね。もうね、あの日本に近づいてるんですが、あの搭乗者がね少なかったので、私の横、全然空いてたので、逆に横になって寝れてですね、結構 3,4 時間寝れたなと思います。で、まあ、ジップエアといえばですね、あの Wi-Fi が無料と、どのクラスに座っても Wi-Fi が無料ですので、まあ、その Wi-Fi なんですけど、パソコンはすぐつながったんですが、まあ、iPhone ですね、私 iPhone なんですけど、 iPhone は結構なんかいろいろちょっと面倒くさいというか、こっちのやり方だとうまくいったり、こっちのやり方だとうまくいかないとか、まあちょっとねありましたが、それ詳しい説明はね、あの帰りの便、袋便でちょっとねご説明させていただきたいなと思います。でもあのこの食事するスペースですとかいうのはもう普通のエコノミークラス、国際線のエコノミークラスとほぼ一緒という感じですね。もうあのエコノミークラスですし、あんまりね、あの LCC なんでレビューするところがあんまりなかったんですけど、まあ、あの簡単に総括しますと、まずですね、あの注意しなきゃいけないのは、最初の方にねお伝えしましたが、あの遅延が多いんですよね。ディレイが多いので、あの日本に着いてからですね、そこからあの日本のローカル地区、まあ、九州、北海道、まあ、関西、どこでも沖縄でもどこでもいいんですが、東京からですね乗り継ぐ方、またそのジップから乗り継ぎなのでね、あの JAL とか ANA と違うので、そこの連、あのその部分であの時間をタイトに組んでると結構慌てるな、もう下手すると乗り遅れちゃうなっていうのがありますね。で成田だったらねまだいいんですけど、その乗り継ぎの便が羽田で自分で乗り継がなきゃいけない場合は、ちょっと注意が必要なんじゃないかなと思います。あと料金的なところで言いますと、今5社、シンガポールと東京は飛んでまして、まあ、スクート、ジップ、SQ、NH、JAL というところで飛んでるんですが、まあ、一番安いのはやっぱりスクートになります。同じ条件でですね検索した時にエコノミークラスで、20キロまで23キロまで預けられてっていう条件で検索した時に、一番安いのはスクートですね。まあ、大体530ドルぐらいで、まあ、その後がジップで、まあ、預け荷物もあるし、まあ、なんかちょっ と、機内食も出るようなプランを検索すると、大体700ドル弱ぐらいです。で、あとの3つですね、フラッグシップキャリアの SQ、NH、JL に関してはやっぱり1000ドル超えてくるので、まあ、やっぱり料金的にはね、エジップもお得かなとは思います。以上でですね、エコノミースタンダードの説明を簡単に終了いたしますが、帰り袋便はですね、フルフラットを利用いたしましたので、そのあたりもね興味がある方はご覧いただければ幸いです。では今回もご視聴ありがとうございました。